前回の東京五輪予選の結果が意外と話題。前回の U23 アジアカップ、東京五輪アジア最終予選。監督、森保。0勝1分け2敗、グループ再開。さて、大岩ジャパンの結果敗下に？いい子すぎだろ。自国開催じゃなかったら出場できなかったのか。これで東京五輪でメダル逃してアジアカップベスト8敗退。俺がクビにならない不思議。五輪派なりふり構わず 4-2-3-1 で、現役代表のオーバーエイジ3人呼んでフルメンバーで挑んで、メダル逃しても不問になったのクソすぎるんだ。俺の場合営業出しても引き返されたんだからもうやめようがないんだー。